The commercial introduction of computer-based electronic digital cameras in the 1990s soon revolutionized photography. During the first decade of the 21st century, traditional film-based photochemical methods were increasingly marginalized as the practical advantages of the new technology became widely appreciated and the image quality of the moderately priced digital cameras was continually improved. 写真加工技術が急速に発達したのはコンピューターの発達とともに1990年代になってからと言われています。デジタルカメラが発明され、およびデジタル写真ができてからのことです。それまでは写真加工技術といっても、例えばフィルムカメラの時代には、まさにフィルムを切り張りしながら写真を加工していました。つまり、限られた世界で限られた人たちによってなされていたということです。が、さらにそれ以前の銀版写真、ダゲレオタイプ写真となると、写真加工そのものが不可能であったということになります。そのことをまず頭に入れて、どうか今日の動画をご覧になってください。判断なさるのはあなた自身ということになります。広志林、浜松セリージャパン。事実を正確に話しますので、注意深くお聞きください。日本です。その日本にフランシスコ・ザビエル、あるいはフランシス・ザビエルがやってきました。そして織田信長に面会しました。ザビエルは1506年、1552年の人物です。織田信長は1534年、1582年の人物です。そしてその宣教師の一人が織田信長の肖像画を描きます。これがその肖像画ということになりますが、あまりにも精緻に描かれているため、明治時代に作られた偽物ではないかと言われています。この肖像画についてここで再検証してみます。現在この肖像画は愛知県豊田市の長光寺に所蔵されているといいますが、この肖像画はオリジナルのものではありません。もともとオリジナルの肖像画はあったのですが、明治時代に写真に撮られました。そして現在私たちが知っている織田信長の肖像画はその時に撮られた写真ということになります。そしてオリジナルの肖像画の方は火災とともに焼失したということになっています。ここが重要です。もともとのオリジナルの肖像画は焼失して現在はないが、明治時代にそのオリジナルの肖像画を写真に撮った人がいて、現在私たちが織田信長の肖像画と言われているものはその時撮られた写真ということになります。明治時代のことです。が、この肖像画つまり写真はあまりにも精緻であるがためにですね、明治時代に捏造された自画像ではないかと言われています。ここが重要です。明治時代に捏造された自画像ではないかと言われています。つまり明治時代にですね、織田信長に似ていると思われる人物の写真を撮って、それを織田信長の自画像にしたのではないかとです。が、この織田信長の肖像画はレンブラントの描いた絵と酷似しています。どう酷似しているかはこの続く動画の中で検証してみますので、どうかそちらでご覧になってください。
左が織田信長の肖像画 A です。右がレンブラントの絵画 B です。見比べてみてください。もちろん織田信長の時代にもレンブラントの時代にもカメラなるものそのものが存在しませんでした。がこの両者は写真と言っても良いほど精緻に、しかも陰影画法で描かれています。そこでもし左の織田信長の絵が写真技術を使って描かれた肖像画であるとするならば、 B のレンブラントの絵画も写真技術を使って描かれた絵画ということになります。反対に右の B の絵画が本当に手で描かれた絵画であるとするならば、左の信長の肖像画も手で描かれた絵画、あるいはスケッチ画ということになります。となると織田信長の絵はいつどのようにして描かれたかということになります。あるいは先ほども言いましたように、左の織田信長の肖像画は明治時代に捏造された写真と考えると謎がすっきりと解けます。つまりこの左の織田信長の肖像画は偽物ということになりますが、そんなはずはありません。左の肖像画は明治時代に捏造された写真ではありません。もう一度織田信長の肖像画を注意深くご覧ください。どこかおかしいとあなたは思いませんか？もう一度冒頭でお見せした写真加工技術を皆さんにお見せします。これは私です。その私をセピアカラーにしてみました。さらに白黒にしてみました。こうして写真を加工していきます。そしてその私からもう一枚の写真を切り抜きます。そして下の方にぼかしを入れます。ここで写真加工技術を使っています。そしてこの赤い丸の部分に注意してくださいと同時に、織田信長の下の方に注意してください。明らかに写真加工技術を使っています。もし左の織田信長のこの肖像画が捏造された肖像画であるとするならば、明治時代にすでに写真加工技術を使ってこの肖像画が作られたということになります。がデジタル写真時代の現在ならまだしも、明治時代にこのような写真加工技術はまだありませんでした。この赤い丸で囲んだ部分に注意してください。ということは、もともとの織田信長の肖像画は存在した。それを明治時代に写真に収めたということになるのではないでしょうか。となると、もともとの織田信長の肖像画は誰によってどのようにして描かれたかということになります。あるいは小さな可能性ですけども、明治時代にもともとのその肖像画が手によって描かれ捏造された、それを写真に収めたということも考えられますが、それは今回は除外します。ついでですが、明治天皇の写真もここに皆さんにご覧いただきます。写真加工技術らしきものは全く使われていません。が織田信長の肖像画の方にはその写真加工
技術らしきものが表現されているということです。そしてレンブラントの絵が写真加工技術を使って描かれたものであるとするならば、この織田信長のもともとの原画も写真加工技術を使って描かれたものであるということになるのではないでしょうか。もともとの織田信長の肖像画なるものは絵だったのか、それとも写真技術を使って描かれたものだったのか、このぼかし技術の中にその謎を解く鍵が隠されていると私は思います。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。If the self-portrait of Nobunaga was a photograph created in the Meiji period, why not the man in the anatomy lesson of Nicolaus Tulip, painted by Rembrandt van Rijn, is a photograph? Or if the man painted by Rembrandt van Rijn was a painted picture,created in the Renaissance, why not the self-portrait of Nobunaga was a painted picture? Both the self-portrait of Nobunaga and the man by Rembrandt van Rijn are so much look alike to each other in its style as if both of them were created by the same one single painter.Were both created with photographic technique, or were both created by hands? The more we see these two photographic pictures of picture-like photographs, the more we would get lost ourselves in the labyrinth of logical contradiction. もし信長の明治時代に現れた肖像画が写真だというのなら、ルネサンスの時代にレンブラントが描いたチュルプ博士の解剖学講義の中の男は写真ではないということになるのか、あるいはレンブラントによって描かれた男が絵画によるものだというのなら、なぜ信長の肖像画は絵画ではないということになるのか。この両者は作風において互いによく似ているというレベルを超えて、あたかも一人の画家が描いた作品のように酷似している。その両者は写真技術を使って作られたものなのか、それともその両者は手で描かれた絵画なのか。その両者は見れば見るほど私たちは論理の矛盾という迷路の中で自分を見失ってしまう。広し林、浜松シティ、ジャパン。Francis Xavier reached Japan on July 27, 1549 with Angelo and three other Jesuits, but he was not permitted to enter any port his ship arrived at until August 15th, when he went ashore at Kagoshima, the principal port of Satsuma Province on the island of
九州。As a representative of the Portuguese king, he was received in a friendly manner. 島津高久、大名 of 薩摩、gave a friendly reception to Francis September the 29th, 1549, but in the following year he forbade the conversion of his subjects to Christianity under penalty of death. And then he was hosted by Angelo's family until October 1550.From October to December 1550, he resided in Yamaguchi. Shortly before Christmas, he left for Kyoto but failed to meet with the emperor. He returned to Yamaguchi in March 1551, where he was permitted to preach by the daimyo of the province. However,lacking fluency in the Japanese language, he had to limit himself to reading aloud the translation of a catechism. Francis was the first Jesuit to go to Japan as a missionary. He brought with him paintings of the Madonna and the Madonna and Child. These paintings were used to help teachthe Japanese about Christianity. There was a huge language barrier as Japanese was unlike other languages the missionaries had previously encountered. For a long time, Francis struggled to learn the language. However, Francis Xavier was welcomed by the Shingon monks, since he used the word Dainichi for the Christian God, attempting to adapt the concept to local traditions. During his stay in Japan, it is said one of his missionaries painted a portrait of Oda Nobunaga, as a matter of fact, Nobunaga of Oda family. Here you see it,But the original painting was lost in a fire, but you see a photograph of it taken in Meiji period of Japan. Hiroshihayashi, Habama City, Japan. まず皆さんに3人の人物の年代表を見ていただきます。織田信長、それにフランシス・ザビエル、日本ではフランシスコ・ザビエルと言いますけども、フランシス・ザビエルと、そしてレンブラントです。織田信長は1534年生まれ、1582年没ということになっています。そしてフランシス・ザビエルは1501年生まれ、1552年、そして1550年頃日本にやってきて、右の織田信長の肖像画を描きます。宣教師の一人が描いたと言われていますが、どの宣教師が書いたかについては明らかではありません。フランシスコ・ザビエルが連れてきた宣教師ではなかったかもしれませんが、それは今日のポイントではありません。ともかくも右のような織田信長の肖像画が残っているということです。ただ大変残念なことに、元の肖像画は明治時代に消失しています。で、今私たちが見ているこの肖像画は明治時代に、その前にですね、撮られた写真ということになりますが、ここで大変奇妙なことに気がつきました。レンブラント・ファン・レインです。そのレンブラントの描いた絵がテュルプ博士の解剖学講義というこの絵です。この絵の中の中心、赤枠で囲った人物に注意してください。この人物と左の織田信長のですね、絵の描き方が大変よく似ているのがわかります。先ほども紹介しましたように、レンブラントは100年ほど
織田信長よりも後の画家です。レンブラントは明らかに今でいう写真機、カメラを応用してこの絵を描いたと私林博士は判断していますが、この両者を比べてみますと、大変よく似ているということです。もちろん顔は違いますけども、絵の描き方が同じです。しかもその絵の描き方は陰影画法といって、影をつけながら描いていくという特別な手法です。わかりやすく言えば、点だけで描いた、つまりは写真と同じ技法で描かれているということです。簡単に陰影画法について説明してみたいと思います。これは私林博士の写真です。この写真をもとに、まず普通の線画で絵を描いてみます。私たち絵を描くときはこのように普通は線で描きます。これが線画ですね。絵を描くときの一般的な方法ということになります。一方、陰影画法というのは細かい点を使って描きます。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザも陰影画法で描かれたと言われています。で、ダ・ヴィンチの場合は一般説としてはですね、筆の先を切って、その筆の先にインクをつけてトン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 と叩くようにして描いたというふうに説明されていますが、本当にそんなことが可能なのかということですけども、今左の方ではその、点だけを使って描く陰影画法を皆さんに紹介しています。線で描くのではなくて、点で描くということですね。そして陰影をつけていく、線で輪郭を描くのではなくて、点で陰影を表し、そして、点をたくさん描けば濃くなるわけですね。そして輪郭を浮かび上がらせるという方法です。大変な作業ということになるわけですけども、織田信長のその絵はこうした陰影画法で描かれています。ですから陰影画法によって描かれた絵は写真に大変よく似ているということになります。別の織田信長の肖像画と比べてみます。右下が線画、ラインピクチャーです。線で描かれた織田信長の肖像画です。そして左下が、これが先ほどから紹介している写真のように見える織田信長ということになります。この両者を比べてみてください。作風といいますか、描き方が明らかに違うのが皆さんにも分かっていただけると思います。で、私林博士の写真フォトグラフと比べてみてください。ややぼかしを入れて明るくしてみます。こうして比べてみるとですね、左の織田信長の絵はこれは絵ではなくて写真であると判断できます。と言いますか、私林博士は写真であると判断しました。というようなことを言いますと、ルネサンスの時代にそんな技術があったのかというふうに皆さんは思われると思いますが、それがどっこい。イエズス会の人たちは今から500年以上も前にすでに電球の存在を知っていました。これはエジソンが発明したバルブ電球です。が、このバルブ電球が発明される300年以上も前に、実はイエズス会の人たちはバルブ電球を知っていました。ここを確認しておいていただきたいと思いますけれども、エジソンがバルブ電球を市販化したのは1879年前後です。それ以降はこうした電球は私たちの生活の中に入り込んできましたが、同じものがルネサンスの時代にありました。右の
ランプがそのランプです。電球です。水晶玉ではないかとも考えられますが、この物体はその物体自体が光っている点に注意してください。そして7つの方向に光が伸びているのがわかります。つまりバルブ電球が発明される327年前にすでにこのような右のような電球があったということになります。で、その電球を見つめている人物の一人が誰かと言いますと、フランシス・ザビエルということになります。フランシス・ザビエルです。これはフランシス・ザビエルということがはっきり分かっているわけですね。そして先ほどお見せした絵の中に描かれている人物と顔姿が一致していることが分かります。つまりフランシス・ザビエルはこの時代にすでにバルブ電球を目撃していたということになります。まさにあってはならない絵画の中の大パーツということになります。つまりここには4人の人物が描かれていますけれども、4人の人物の目線がそのバルブ電球に向かっている点に注意してください。7本の光線が出ています。つまりイエズス会の7ということになります。いわゆるあのルネサンスという時代においては、イエス・キリストとマリア教と化したローマン・カトリックを区別して考える必要があります。イエズス会というのはイエスの仲間の会という意味です。どこかで説明しましたが、イエス・キリストとそしてマリアはこの時代激しく対立していました。そのイエスの流れを組むイエズス会であるという点です。そしてフランシスコ・ザビエルはこのバルブ電球を見ています。つまりルネサンスの時代にすでにバルブ電球はあったということになります。で、結論ということになります。織田信長です。そしてフランシス・ザビエルです。ほぼ同じ頃の人物ということになります。そして接触があったとするならば1550年前後ということになります。あるいは宣教師がそのまま日本に残ったという可能性もないわけではありません。ともかくも右のような織田信長の肖像画ができたということになります。そしてその肖像画はレンブラントの手法技法と全く同じであるということになります。つまり後先のことを考えるならばですね、日本にいたレンブラントということになります。がそんな技術はあったのか。この謎を解くためには私たちが持っている普通の常識では解けないということです。つまりイエズス会の人たちはバルブ電球ですらもすでに知っていました。そういう前提で考えるとこのような絵が生まれてもおかしくはないということになるのではないでしょうか。続く動画の中でもう少し詳しく説明してみます。 Bye for now。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Kiki Sasa, and Masanori Yatagai, Japan. Nobunaga is remembered in Japan as one of the most brutal figures of the Warring States period and was recognized as one of Japan's greatest rulers. Nobunaga was very interested in European culture, which was still very new to Japan. He collected pieces of Western art as well as arms and armor, and he is considered to be among the first Japanese people in recorded history to wear European clothes.
He also became the patron of the Jesuit missionaries in Japan and supported the establishment of the first Christian church in Kyoto in 1576, although he remained an adamant atheist and never converted to Christianity. The portal is said to have been created by one of the missionaries who visited Nobunaga.Today's story about the portlet, which was most probably created, I think, on 2D photograph technology, about which I try to prove it to be so in this video. ここに織田信長の肖像画があります。かつて日本へやってきた宣教師が書き残したという肖像画です。あまりにも精緻に書かれているという点で、写真技術を使って書かれたのではないかと疑われています。現存する肖像画は明治時代に写真として残されたものです。原画は繊細で消失したということになっています。で、あまりにも精緻なため、明治時代に捏造されたのではないかという説もあります。が、それにしても精緻ですね。で、今日はこの肖像画を検証してみますが、検証してみた途端、私は驚きました。ダヴィンチの描いたモナリザと同じように、陰影画法、つまり写真と同じ表現方法で描かれているのみならず、光線の方向が極めて正確に表現されていたからです。まず私の写真と見比べてください。左が織田信長の肖像画ということになります。で、実際の写真、すなわち私の写真を使って比べてみます。で、このままでは比較できませんので、色を落とし、そして、まあ、ややぼかしを入れましてですね、そして、まあ、影がわかるようにしてみました。やや明るくしてみました。そして白黒に反転して比較してみるとですね、大変興味深いことがわかります。やや光の、まあ、入ってくる角度が違いますけども、唇をまず見ていただきたいと思うんですけども、光源はですね、上にありますね。ですから、信長の上唇は黒くなっています。そして下唇が光っていますね。光を受けています。まあ、私の唇、右の方もそうですけども、まあ、上唇がやや、まあ、暗くなっていて、そして下唇が光を受けていますね。そして二つの、まあ、ここに、まあ、コブのような光の塊ができています。そして唇の下の、まあ、影の様子ですね。で、これは本当にスケッチ化ということになったわけです。そして髭の表現の仕方も大変よく似ています。で、ここまでこうして整地し、まあ、書いてあるということと同時にそれをしたときにですね、これはもうスケッチ画ではないんじゃないかというふうに私も思うようになりました。で、左が信長です。右が私です。つまり、信長のこのスケッチはですね、スケッチ以上のスケッチであるというふうに、まあ判断したわけですね。それでさらに詳しく調べてみることにしました。で、先日ですね、八田貝さんの案内で信長の、まあ、デスマスクがあるという西山自然歴史博物館へ行ってきました。愛知県、瀬戸市、上高寺というところにあります。で、右がですね、この西山、博物館にあります、信長のデスマスクです。ここの館長さんは、織田信長の、まあ、直系の子孫だそうです。ですからもう、ところ狭しと信長の遺品が、まあ、飾ってあると言いますか、陳列してあります。で、左が信長ですね。で、比較してみますとですね、顔が長いという点で、よく似てるなというふうに思ったんですけども、鼻の形がやや違うかなってことなんですね。そして特にこの違いというのはですね、目のところなんですね。で、右のデスマスクの方はですね、目が膨らんでますね。上まぶたと下まぶたが膨らんでいます。が、しかし、左の信長のスケッチ画の方の方はですね、目元がスッキリしています。ですから、これは、まあ、右のデスマスクと、まあ、どうしてこれ違うのか、まあ、だからといってね、どうということは言えませんけども、まあ、この目が違うから、どちらが本当の、まあ、信長に近い顔なのかな、というふうに、まあ、迷っています。ひょっとしたら、ということなんですね。で、まあ、首を切られた後のデスマスクですから、まあ、目がそういうふうに腫れ上がったということも考えられるわけです。で、このスケッチ画を見て思い出したのがレンブラントの絵なんですね。で、これが左が信長の絵ですけども、レンブラントも大変精緻な絵を描き残しています。絵ではありませんよ。それはこの続くビデオの中で紹介しますけども、レンブラントは明らかに写真技術を使っていました。まあ、詳しくはこの続くビデオの方を見ていただきたいと思うんですけども、例えばこの男性を選んでみます。そして、色を落として、まあ、比較しやすくしています。ややぼかしを入れたような
入れました。そして目を見ていただきたいんですけど、目の瞳ですね。その瞳に光る、まあ、白い点がですね、同じ位置に同じように書かれているというところに注意してください。で、調べていく中でですね、このやはりスケッチ画はただのスケッチ画ではない。つまり、まあ、絵ではないというふうに、だんだん私は確信を持つようになりました。で、唇全体を見てもですね、表現方法が大変よく似ているということですね。皆さん自身で判断していただければ結構ですけども、まあ、横にね、水平に黒い影ができて、そして光を受けているところの表現の仕方が大変よく似ている。そしてこの唇の表現の仕方もこれまでよく似ているんですね。で、やや光の角度が違うかなっていう感じはしますけども、まあ、ここまで似ているとですね、じゃあレンブラントの絵は何かということになりますし、織田信長の肖像画は何かということになるわけですね。もちろんレンブラントの絵はこの後続くビデオの中で詳しく精査しますけども、これは写真技術を明らかに使っています。で、この左の信長、そして右のレンブラントですね。いわゆるレンブラントも精緻すぎるほどの精緻、まあ絵を、精緻な絵を描いていたことなんですけども、この鼻の形なんかね、全く同じなんですね。そして、まあ遠近法と言いますか、レンブラントはそれを巧みに使ったわけですけども、焦点を、まあ目のところに当てて、そして、まあ後頭部の方ですね、ややぼかした。これもやはりこう、左の肖像画にも同じように見られるんじゃないのかなと思いますね。ちょんまげのあたりがかなりぼけてますからね。そしてこの、まあ鼻孔のラインの表現の仕方。まあ、だんだんこう、疑いがですね、濃厚になってきまして、まあ、レンブラントの、まあ、絵でね、まあ、以前、検証しましたけども、レンブラントは写真技術を使っていた。あれで写真技術を使って絵を作って、そしてそれをプリントアウトしたというふうに私は判断しました。で、皆さん自身でですね、この両者を比べていただきたんですけども、まあ、よく似てるんですね、表現の仕方がですね。で、その影の使って、影の表現の仕方に注意していただきたいと思うんです。いわゆるまあ光がですね、ある方向から入ってくるわけですけども、その影がですね、ちょうど同じように表現してあるということですね。で、まあ写真技術テクノロジーというものを紹介しますけども、同じこのレンブラントの、例えばですよ、この中央の男性の、まあ、顔にちょっと注目していただきたいんですけども、まあ、ただの顔かなと思うでしょ。ところがとんでもない。これがレンブラントの絵のね、まあ、からくりと言いますか、見ていただきたいんですけども、この目なんですね。さらに拡大してみますと、瞳の中に光がある。そしてその中の、まあ、なんて言いますかね、濁りまで表現してある目の付け根の表現 もきちんと書いてあるんですね。ここまでやるかというのが、まあ、レンブラントの、ね、裏返してみますと、まあ、書いたものではないということですね。これは実際の写真です。ちょっとね、アートっぽく見えますけども、実際の写真ですね。で、この男性を選んでみました。で、左の目がですね、反転して、左、この、今、皆さんの左にあります。これ、左は実際の、まあ、写真で撮った男性の写真です。右の方はレンブラントの目なんですね。で、比較してみますと、左は写真、右はレンブラントの絵なんですけども、まあ、本当にこう、なんて言いますか。はじめは、まあ、レンブラントの絵だということで、まあ、照合してみたんですけども、ここまでは、まあ、精緻に、まあ、表現してあるということです。で、瞳の、まあ、周りですね。で、皆さん自身で比較してみていただきたいんですけども、左は、皆さん写真ですよ。右は、レンブラントの絵ですよ。ここまで、まあ、表現してあるわけですね。すなわち、レンブラントは、これは写真であるという判断をこういうところから下しました。で、髪の毛の表現、まあ、眉の表現ですね。も同じであると。そして、下の、熊でますかね。下まぶたの下の表現も、まあ、実際の写真と変わらないと。そして目の中の、まあ、瞳に反射する白い光も同じように表現してあると。で、同時、そうなりますと、右の、まあ、レンブラントの絵が写真であるとするならばですよ、左の信長の、まあ、いわゆる肖像画も写真であるというふうに、まあ、ほぼ判断していいのではないでしょうか。なわち、写真なのか、写真でないのか、というような判断で迷うわけですけども、まあ、ほぼ、まあ、写真ではないかというふうに、私は判断しました。で、信長がと、まあ、今度カトリックの関係なんですけどもね、この信長がですね、まあ、もしこれ写真だとするならば、また宣教師によって書かれたとするならば、信長と、まあ、カトリック、ローマンカトリックとは深い関係があったということになるんですけども、実際にあったわけですね。1576年に信長は京都に、まあ、初めてのキリスト教会を建てる、まあ、イスタブラニチョのサポートした、まあ、支持したということは、まあ、援助したということになりますけどもね。そして、信長と、その、キリスト教との深い関係ができるんですけども、まあ、冒頭に言いましたように、まあ、だからといって、信長はですね、無神論者で、まあ、最後まで、キリスト教には、改宗しなかったという記録も残っています。まあ、これはウィキペディアの、説明ですけどもね。
となると、また、いろいろと謎が生まれてくるんですけども、ともかくも、信長と、まあ、カトリックの関係が深く、まあ、深く、ここをして浮かび上がってくるわけです。で、まあ、この、そのなぜそうなったかですけども、その一つのヒントがですね、信長が、まあ、しました、1571年9月の比叡山焼き討ち事件があるわけですね。その、まあ、まあ、この焼き討ち事件は、まあ、極めて残忍なものであったということはよく知られています。まあ、学僧、商人、児童の首をことごとく跳ねたと言われています。まあ、容赦なかったわけですね。そのことは、ルイス・フロイスの、まあ、書簡にも書かれていると。で、1571年に比叡山焼き討ちをして、そして1576年に京都で、まあ、教会を建てている。それはですね、旧約聖書のバビロンの崩壊を思わせるような焼き討ち事件だったと思われます。まあ、バビロンの時はですね、旧約聖書の神はですね、お牛をことごとく殺す。お牛というのはミトラ教徒のことですけども、それを放り場に下らせようと。まあ、その罰を受ける時が来たからだなんてね、まさに旧約聖書の世界を織田信長は再建したということになるわけです。で、そのことはですね、もう一度その神々の歴史を見ていただくとわかるんですけども、アヌオ、まあ、アフラマザーですね、そしてザラスストラがゾラスター教を起こし、ミトラがミトラ教を起こします。そしてその流れに反映して、今度はですね、シャマーシュとイシュタールが組んでキリスト教を立ち上げます。シャマーシュはイエスと名を語りで、まあ、イシュタールはマリアと語るって言いますかね。イシュタールのヘブライ名がマリアです。で、この両者は激しく対立しますね。こうした対立構造が日本にも持ち込まれたのではないかということなんですね。と言いますのは、この左の流れというのはミトラから密教へ繋がっていくわけですね。密教、すなわち、まあ、弥勒菩薩教ですよね。それで、それを、まあ、最澄が、まあ、日本へ伝えて、最澄も基本的には密教ですからね。そして、比叡山を、根本中道を建立するわけであります。そして、その間の両者の対立が生まれたところへですね、まあ、織田信長が入ってきて、そして、まあ、比叡山焼き討ちしたとも考えられなくもないんですね。ただ、一つだけ、まあ、問題があるのは、ここに天台の菊林法という、まあ、この文書章があるんですけども、これは、16の光線、そして、8の光線ですね。すなわち、イシュタールの文書なんですね。となると、矛盾するのではないかというふうに考えられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、この文書はもともとは、ブッダの、いわゆる足跡、足の裏に書かれた文書から来てるわけですね。まあ、これは紀元前もすでに4世紀頃にはもうすでにありましたので、こうしたものが、まあ、比叡山にあったところでおかしくはないということになるわけですけどもね。まあ、この謎はまた今度解いてみたいと思います。というようなことで、まあ、比叡山をですね、信長が焼き討ちした。まあ、容赦なかった。まあ、ちょっと日本人には考えられない残虐性だったんですね。なぜそんなことを、まあ、信長がしたかですね。まあ、いわゆるその信長と、いわゆるローマンカトリック、いわゆると深い関係があったというふうに私は考えています。で、もう一度この最初、皆さんにお見せしましたこの称号を見ていただきたいんですけども、まあ、これをどう判断するかなんですよね。で、左の、信長の、まあ、肖像画はですね、写真技術を使って描かれた。まあこれだけでしたらね、まあちょっとどうかなと思うんですけども、まあそこにレンブラントの絵を当てはめて考えてみますと、ますますその疑いは濃厚になったということですね。で、これはまあスケッチではないと。すなわち 2D フォトグラフテクノロジーによって、まあ作られた、いわゆるまあ、そういった絵であるということですけども、断言はできません。断言はできませんけども、その疑いが極めて濃厚になったということです。続くまあレンブラントの謎についてのビデオどうかご覧になってください。小牧市の八田貝正則さん、どうもありがとうございました。西山先生にくれぐれもよろしくお伝えください。それでは、Bye for now!